気をつけて。さあって、金目のものを出しな。さもなきゃ魚みたいに腹渡かさばいてやる。逃がすか。また。
新しい悪名人に挨拶ができて、ジェイザルゴは嬉しい反面、かなり妬ましくもある。それで、すごかったか？それは、うまくいかなかったってことだな。ジェイザルゴは理解した。わざとじゃなかったんだ。本当さ。確かにジェイザルゴはちょっと心配だった。もしかしたらその、不具合があるんじゃないかと。しかし、お前を危険にさらしたのは本意じゃない。ともかく、お前は今やジェイザルゴの良き友だ。危険を顧みずに一肌脱いでくれたんだから。ジェイザルゴは礼を言う。それなら先導してくれ。